ちは、さやかママです。引き続きウェアのご紹介していきたいと思います。686とも言いますが、だいたい身近によく聞くのが686のウェアでよく聞きます。少しゆったりめですね。ダボダボっと着るのがかっこいいのが686です。で、こういうカラフルなパンツなんですけど、なかなか最近アースカラーが多いので、こういうカラフルなパンツ着るととっても目立つしかっこいいと思います。ビブパンツ、最近みんな子供さんもビブパンツ履いてるんですけど、なんでビブパンツを履くのがかっこいいかと言いますと、春にこれに T シャツとかパーカーとか着て滑るのがとってもかっこいいとされているので、こちら雪も入らないというのもあって、ほとんどのお客様は最近子供にビブパンツを着せたいという方多いですね。中が見えますか、フリースになってるのですごくあったかいです。で、あんまり細身すぎずちょっとダボっとした感じで着れるんで、686のビブパンツとっても人気があります。サイズなんですけど、こちら例えば XS だったら112センチから118センチ、5センチぐらいの幅があります。それはなぜかと言いますと、こちら赤い糸ついてます。この赤い糸でウェアをギュギュッと縮めてあります。で、この赤い糸を着ることで5センチ伸びます。5センチ伸びるので、サイズ設定がこういう5センチ幅になってます。XL だったら169センチ、もうだいたい小学校の6年生以上ですね、中学生になっても着れるウェアになってます。ではこのままボルコムへ行きます。こちらボルコムウェアです。今年最もスキー場でよく見るウェアでした。やっぱりボルコムっていうのがアパレルでも人気あるんですけど、着てるだけでおしゃれっていうのと、やっぱりこれを着てるとしっかり滑らないといけないかなって思う子どもさんも多いんじゃないでしょうか。細身のパンツ、なんとお尻がボルコムといえばボルコムストーンになってます。これ特徴ですね。お尻も破れにくく、とっても安心して滑れます。すごく丈夫だし、なぜ細身なんでかっこよくスタイリッシュに着れると思う。今年一番かっこよくて目立ったんじゃないでしょうか。こういうね、お袖にボルコムと書いてる分かりやすいウェアなんですけど、こういうちょっとマスタード系の色、これ結構着てると目立つんでおすすめです。ちょっとサイズ設定が一つ大きいんですね。だいたい普通に XS サイズっていうと、分かりやすく言うと120センチなんですけど、ボルコムは130センチと思っていただいていいです。なので1個ずつ大きくなって、普通の XL は160センチというのがだいたい基準なんですけど、ボルコムの場合は170センチです。なので XL 165センチから175センチ、もうこうなると中学生から高校生ぐらいの男の子も十分着れると思います。ビブパンツ、このビブパンツですね、わかるかな、太もものところがちょっと細くなってて、少し裾に向かって広がってます。めちゃくちゃスタイリッシュに着れるので細身なんですけど、お尻もボルコムストーンですね、ここなんですけど、気をつけていただきたいのは、普通のビブパンツと違って細身なので、プロテクターを中に履く場合は一つ大きいサイズを選んでもらった方がいいと思います。プロテクターを履いてしっかりスノーボードする子は、結構この辺がちょっと普通のいつものサイズ買うとパツパツになるかもしれないです。そこだけビブパンツ注意してください。迷彩ですね、これ一番今年人気のあった柄です。ポケットのところもとってもおしゃれです。で、最大の特徴を一つ教えます。こちら、分かるかな、ここにファスナーついてますね。ここからこのファスナーは、なんとこちらのジャケットのここのこの部分と合体します。合体するのでお尻雪が入らないのと、つなぎを着てるような安心した感覚で着れると思います。こんな感じでパウダーガードとくっつきます。これ着ると絶対上手になると思います。やっぱり見た目が大事なんで、ボルコムのウェアご紹介しました。